ぱりです。今回はですね、またちょっと増やしすぎじゃないのかって言われるかもしれないですけども、新しい生態のお迎えの報告でございます。まあ、結構ね、最近生き物バンバン飼ってると思うかもしれないですけども、まあ実際飼ってるんですけども大丈夫です。私はね、生き物をたくさん飼うために一軒家を購入しまして、まだまだスペースはございますのでご安心ください。で、今回買った生き物がですね、実はこのチャンネルワニっていうか、俺が買った生き物の中で一番高価な生き物になっております。ツイッターのメインのアカウントじゃなくて、サブアカウントの適当なことをつぶやく方のアカウントがあるんですけど、そっちの方で今まで俺が買った中で一番高い生き物を買おうとしてるんだけど、どうしようかなみたいな悩んでるツイートをしたんですよね。で、まあ、結局それを購入したんですけれども、まあ、生き物って結構ね、お値段が張ることがいるじゃないですか。まあ、そういう子をちょっとお迎えしようかな、どうしようかなって悩んでる方にちょっと聞いていただきたいんですけれども、例えば俺が飼ってる爬虫類のレオパンとかね、あんなちっちゃいヤモリでさえも寿命って10年あるんですよね。まあ、10年以上生きる子ももちろんいるんですけども、で、まあ、10年ぐらいと考えて、お値段が10万円だったとしますよ。10万円の標本トカゲモドキって言われると、うわ高えなって思うかもしれないんですけども、でもまあ寿命が10年あると考えると1年あたり1万円じゃないですか。で、月々で考えるとまあ900円ぐらい、さらに週で考えるとまあ200円ちょいになるじゃないですか。で、さらに日で1日で考えると30円ちょいなんですよね。10万円のレオパって言われても1日で言ったら30円ちょい、でもその生き物がくれる幸せはプライスです。というわけで、そういう理屈で考えて買ってしまいました。これまあ生き物以外のことにもね言えますよね。最近ちょっとねいいコーヒーメーカーを買ったんですけども、年単位で考えると安い買い物だったなと思います。で、今回お迎えした生態がこちらです。じゃじゃん、漆黒のトカゲ、メラニスティックのサルバトルモニター、場面は水オトカゲです。今回お迎えした生態はこちらです。メラニスティックっていうのは日本語で言うと骨化個体、メラニズムとも言われるんですけれども、先天的、つまり生まれつき体の中の黒色色素メラニンが過剰に作られてしまう、体がね真っ黒になるという突然変異の個体のことなんですよね。やっぱりもう普通の個体とは違って変異個体なんで、かなり珍しくてお値段も高くなるって感じですね。分かりやすい例だと黒ヒョウっているじゃないですか。あれって黒ヒョウっていう種類の生き物がいるんじゃなくて、ヒョウのメラニズム骨化個体が黒ヒョウって言われるんですよね。まあ、つまりこの子は黒サルバトルモニターっていう感じですね。ちなみに普通の個体はこんな感じで、まあ、黄色ベースに黒い模様が入ってるって感じですね。で、この模様も産地とか個体によって違うんですけど、まあ大体こんな感じです。で、以前動画にも出したアルビノのサルバトールモニターはこんな感じ。まあ、アルビノはメラニスティックと対極で、生まれつきメラニンが全く生成されないか、ほとんど生成されないっていう体質で、体が真っ白だし、瞳の黒色が抜けて血管が透けて見えるんで目が赤いんですよね。他にも黄色色素が抜けて黄色い部分が白くなってるアザンティックっていうのもいます。まあ、これは、ね、某爬虫類 YouTuber の T さんが飼ってる子ですね。あとちょっと写真はないんですけども、赤い色素が抜けたアネリスリスティックっていう突然変異個体もいたりします。で、まあメラニスティックのサルバトールモニターって他にもまあ結構いたりするんですけれども、その中でもグレードというかね、黒さに違いがあって、結構薄めのメラニスティックで模様とか色が残っちゃってる子とかもいれば、こういったね、もうほとんど全身真っ黒みたいな子もいるんですよね。で、もちろん黒目が強い個体の方が結構高いんですよ。で、この子見てもらうと分かるんですけど、まあ、普通の子大体ね、足先とかお腹の方とか模様残ってるんですけど、ほぼ真っ黒なんですよ。もう今までもね、メラニスティックのサルバトールモニター買いたいなと思ってて、もう結構探してたんですけど、やっぱり模様が結構残りがちな子が多くて、ようやくこの子がね、もう手先までこんなに真っ黒という子をようやく見つけまして、購入決意しました。見てください、この真っ黒さ、まさに漆黒。もともと俺がね、怪獣のゴジラが好きなんですよ。ゴジラってかっこいいじゃないですか。
こういうちょっとかっこいい恐竜っぽい怪獣っぽい生き物が好きなのってかなりゴジラの影響があると思うんですけど、このメラニスティックの真っ黒なサルバトールモニターってまさにゴジラじゃないですか。このミズオオトカゲってコモドオオトカゲの次に大きいオオトカゲなんですよね。つまり世界最大のトカゲの次に大きいトカゲなんで、まあ、世界で2番目にでかいトカゲなんですよ。コモドオオトカゲはまあインドネシアのね、あの大事な生き物なんで個人で飼育はできないんですけれども、このサルバトールモニターは個人で飼育できる中で世界で一番でかいトカゲというわけで、そんなこの国家個体はまさにゴジラですよね。まあ、最大ね2メートル50センチぐらいまで成長する個体というわけで、かなり飼育には覚悟が必要なんですけれども、まあ一軒家を購入した私はね、この子を飼い切ってみせますよ。というわけでこの子をこれからどんどん大きくしていきたいなと思っております。サルバトールモニターを飼育するのはね初めてだったので結構不安もあったんですけれども、まあ、幸いね、俺の知り合いにねサルバトールモニターをもう10年以上飼育して非常に立派に育て上げている方が、なんたらタイガさんって言うんですけどね、知り合いがいましたので、その方からもねお話を聞いたり、他の飼育者の方からもお話を伺いながら飼育をしております。飼育環境としては60、40のこのグラステラリウムを使って、床材はヤシガラで、やっぱね水をトカゲということで水の中に入ったりするのが好きなんで、この全身が疲れる大きめの水入れを用意しております。入ってますね。でこっちがバスキングと紫外線どっちも効果があるっていうねライトをつけておりまして、この下の方には流木でバスキングスポットという感じですね。まだこんなね手乗りサイズの子なんで、これぐらいのケージで飼えるかなという感じですね。もうちょっと大きくなってきたらまたでっかいケージを自作したりとかしたいなと思ってます。ちなみにこのケージ、あれ前サバンナモニターで使ってなかったっけって、あれ死んだんかいみたいな思う人いるかもしれないんですけども、サバンナモニターはもう横のでかい120センチのケージの方に移しました。寝て、あ起きてるわ。このメラニスティックのサルバトールモニター今67グラムですね。ほんとまだまだこんなちっちゃいサイズで、レオパーと同じような体格ですかね。まだまだ赤ちゃんです。これぐらいのサイズ感です。いやーもう可愛いですね。餌やりシーンを見ていきましょうか。今あげてるのはピンクマウスですね。まだベビーなので今はメインは虫で、たまにマウスとかあげるようにしています。これはレッドローチですね。というわけで今回お迎えした生態はメラニスティックのサルバトールモニターでした。サルバトールモニターの飼育は初めてなのでいろいろとドキドキな部分はありますが、某爬虫類 YouTuber のねアニマルティーガさんとかにお話を伺いながら頑張ります。皆さんの中でもサルバトールモニターを飼っている方がいたら、ぜひここはこうした方がいいよとかあったら教えてやってください。今後この子の成長過程や餌やりの動画とかもね出していきたいと思いますので、気になった方がいたらぜひチャンネル登録をしてまた見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ついに買ってしまいましたね、サルバトールモニター。サバンナモニターも買って、キズメリクガメも買って、イグアナも買って、ワニも買って、大型種が結構増えてきましたけれども、まだまだ部屋はございますのでご安心ください。